つ井いつより、井戸の周りで竹比べをする、男女つ井いつの井筒つにかけしマロが竹すぎにけらしも、妹ミザルマに返し比べ腰振り分け紙も硬すぎぬ、君ならずして、誰かあぐべきなど言い言いて、ついに本意のごとくあひに蹴り幼なじみは、幼い頃に親しくしていた友達を言う。口実のような文化もあってか、現在では、異性の相手を思い浮かべる人も、多いようである。本来は、同性、 異性を問わない、いわゆる、畜馬の友を指す言葉である。FG バルトミュラー、隣人1859年幼馴染の男女を扱った物語は、昔から、伊勢物語、山和物語の、つつ筒ずつのように存在する。特この幼馴染という設定は、戦後の漫画、アニメにおいても、頻繁に活用された。そして、再会する設定だけでなく、昔から、 ずっと交友うう関係にある設定も用いられてきた。サブカルチャーにおいて幼馴染がさらに注目されるようになったのは、1990年代から美少女ゲームを中心に主人公の人間関係を示すのに多用され始め、特にメインヒロインの設定として愛用されるようになったことが挙げられる。特に、 ときめきメモリアルなどの大物タイトルでの登場は幼馴染ブームの火付け役としては十分なものであった。このような作品における幼馴染キャラクターの典型的な類型は以下のようなものである。フィクション作品でよくある幼馴染同士の恋愛について幼馴染カップルが目立つ名探偵コナンの研究所コナンドリルでは好きなのに前から知った中だと 今更、面と向かってはっきりと思いを告げることは恥ずかしく、できない引きこもごもな複雑さが幼馴染み恋愛の甘酸っぱさの元で、現実では、幼馴染みは、容姿がタイプではないと、きちんと認識するようになったり以前は優しくても、大人になると性格が変わってしまいフィクションほど、恋愛には発展しないからこそ、フィクションの中で可愛く、格好よく成長した幼馴染みとの恋愛がよく、 扱われると見ている。ありがとうございます。